観光庁が取り組んでいるワクチンの接種証明を活用した実証実験。この対象になっている加賀市内の温泉旅館は、ワクチンを接種した人を対象に宿泊料金を割引プランを行っています。本日はワクチン接種のプランでご協力ありがとうございます。ワクチン接種の証明書も拝見させていただいておりますので、お願いいたします。加賀市山城温泉の旅館瑠璃光、宿泊客がフロントで提示しているのは新型コロナのワクチンを接種したことを示す証明書です。瑠璃光では今年6月から宿泊するグループの中にワクチンの接種を1回受けている人が1人でもいれば、宿泊客全員の料金を1000円割引プランを始めました。お客様にご好評いただいたり、お問い合わせも多かったので、想像以上に影響のあるプランだったのかなとは思います。このプランの申し込みは今日までに180件、今月もすでに23件の申し込みがあり、予約全体のおよそ 9% となっています。当初は先月末で終える予定でしたが、公表につき延期することを決めました。ワクチン接種と旅行を紐づけて、ワクチン接種した方に安心して旅行に来てもらいたいという思いを込めて作りました。たまたま予約サイトを見ていて、この旅館のプランを見てたら、ワクチン接種プラン割引あったので、せっかく打てるから利用しようかなと思いました。観光庁は GoTo トラベルの再開に向けた環境を整備するための実証実験を進めています。県内では3つの施設が対象で、このうちの1つが瑠璃光です。国の方でも今後の経済再開、移動の自粛の解除などに向けて、いろんな実験を行っておりますので、そういったことに積極的に協力できるということは嬉しいというふうに思っております。